おねえニュース速報のジョーカー様よ。ちょっと今日もあまり声出せない環境だからほどほどな声量でいくわよ。今 YouTube 界で一番熱いと言われてる失うもののない無敵の男、ガーシーチャンネルの東谷義和氏が一昨日夜の初の生配信にて芸能人の城田優と綾野剛と大原桜子の暴露をして、今大変話題になってるんだけど、まずこのガーシーチャンネル東谷とは何ぞやという人は私のこの動画を見てからよろしくね。今日この動画ではガーシーの一昨日の生配信後の騒動と先ほどの生配信、つまり昨日の暴露生配信の内容についてよ。ということでまずは一昨日の方から。この配信での暴露内容で一番被害を被ったというか一番ダメージを受けたと言われているのが、清純派イメージを保っていたのにとんでもないことを言われてしまったと言われている大原桜子ちゃんだったわけなんだけど、その大原桜子のスタッフが公式ツイッターからとても公式とは思えないほどの大暴走をしてて、内容はこれなんだけど、公式なのに性交渉って表現したり、普通もっとこうオブラートに包んだ表現方法ってあるじゃない、で拡散しないようにって言ってツイートしてるんだけど、ファンはこのツイートで初めて、えそんな事実あったのって知った人も多く、皮肉なことに自身の公式ツイートが一番有効的な拡散法になってしまってたという結果に、それでいて法的措置もうんぬんって言って今暴走してるのよ。実は私、一昨日のガーシーの初生放送の後、ガーシーチャンネル内での暴露内容に触れた動画も出したんだけど、って言ってもその内容は大原桜子が何々をしたっていうよりかは、ガーシー東谷はもともと詐欺師だったわけだし、全ての言動をいちいち真に受けるのはよろしくないわよって注意喚起の動画だったんだけど、現状大原桜子の公式スタッフがテンパって暴走してるし、勘違い受けてこっちがとばっちり受けるのも尺だったから、今は様子見で一応非公開にせざるを得ない状態。桜子スタッフはもっと冷静になりなさいよ本当。でそれにも屈せず、ガーシー東谷は先ほども2回目の生配信でまたまた芸能人の大暴露、同時視聴者数の最高値が一昨日の初日は 4.7 万人だったんだけど、先ほどの2回目の生配信の方ではなんと15万人超えよ。放送時点で登録者約18万人いて、15万人も集めるなんてありえない割合なのよ。普通は生放送なんて登録者の 0.2% から 5% ぐらいが普通なんだけど、集まりすぎちゃってアクセス過多になったのか、全体的に電波がなんだか悪かったわね。一度サーバーダウンを起こして生放送止まったぐらいだし、画面がフリーズするたびに闇の力だって視聴者から言われてたりと、私含めて人間、暴露ってジャンルにはとても興味が注がれるものなのよ。 YouTuber ヒカルに全てを晒され何もかも失ってしまったガーシー東谷はもうこれ以上失うものもない無敵の男、昨夜も暴露しまくって日々どんどん信者が増えていくような現状だけども、何度も言うけど彼は詐欺師よ。詐欺師ってのは真実と嘘をうまい具合に配合して人をどんどん信じ込ませていくテクニックを合わせ持つ。だからのめり込んで全てを信じ込まないようにっていつも言ってるんだけど、彼のチャンネルを楽しむなら話半分で聞くぐらいがちょうどいいのよ。で先ほどの生配信で桜子スタッフに対してガーシー東谷は、喧嘩来るなら喧嘩買います、名誉毀損で訴えるならこちらもこちらでお前たちに牙を剥くぞと、やるならやってやる、いつでも戦うぞという姿勢で威嚇したわけだけど、ちなみにこのガーシーは過去に桜子氏にも USJ の裏動線のチケットなどいろいろアテンドをしていた模様。これらに対して桜子サイドはどのように対応していくのかが今後の注目ポイントの一つでもあるわね。ガーシーはこういうのは無視するのが一番だってアドバイスもしてたけど、詐欺師の虚言にいちいち反応してるようじゃ器の小ささが際立っちゃうわよね。で先ほどの生配信での主なターゲットは今回城田優氏だったんだけど、ガーシーの話が本当だとするならばなかなかえぐいこと言われてたわね。一流タレントのはずの彼がライブチケットの横流しのダフ屋行為をしようとしてたり、結局ライブは中止で流れたから未遂だったらしいけど、他には反社会勢力にサポートしてもらってたと言われる城田優の店が良くも悪くも2ヶ月で潰れたからそれはそれで良かったのではって話とか、
本当かしらねこれ。あとは大阪の半グレと高齢との賭け麻雀の件や脱税疑惑なんじゃって話とか、自身の誕生日会で女が原因でヤマピーとトラブルになりかけた話とか、次から次へとガーシーの口から語られていたわけだけど、一番ガーシーが話すか話さないか悩んだのが、某人気女性タレントのお母さんが詐欺とは知らずに投資詐欺に引っかかっていたらしく、それを城田優にも誘ってて、結果彼は約2000万円のお金を騙し取られてしまったと。後にその投資詐欺の犯人は捕らえたらしいんだけど、結局お金はもう持ってなかったから、被害額のその約2000万のお金を取り戻すために、その犯人に反社の力を使い、さらに新たな詐欺をさせてお金を取り戻した話とか、これらは半分週刊誌にも載ったような話ではあるらしいけど、でその罪を代わりにガーシーが被ってあげたらしいのよ。城田優とすごい仲が良かったし、彼を守るために。それで当時ナベプロのナンバー2の偉い人が、あの一連の騒動はガーシーが全て悪事を働いたのかと耳にして、全タレントたちはもうガーシーとは付き合うな令が発令、しきりにタレントたちはガーシーに近づかなくなる。結果城田優は自分のお金を取り返したいためがだけに様々な人を巻き込んだって話をガーシーはしてたんだけど、本当かしら。そんなドロドロした人物が今も第一線でテレビに出続けられるのだとしたら、相当芸能界が狂ってるってことになっちゃうし、そんな黒すぎる一流タレントなんてこの世に存在するはずないわよね。ねえ、絶対何かの間違いよ。詐欺師のガーシーが嘘を言ってるに決まってるわよ。ねえ。そして視聴者たちは今は亡くなってしまっているけど、未だファンも多い三浦春馬氏についての話を聞きたい人も多く、それに対してもガーシーは分かる限りで話してたわ。流れ的に三浦春馬氏は一部の芸能仲間のグループから弾かれてしまったっていうエピソードだけで、スキャンダラスな内容はなかったから、ファンたちはやっぱり春馬くんはいい人だった、ガーシーさん話してくれてありがとうとスパチャの嵐。ガーシーの株が一気に上がったような感じだったわね。あとは一昨日の一件もあり、真剣佑がガーシーに圧力をかけたような話とか、まあ今回の配信をまとめると、ガーシーは桜子ちゃんから抗議が来るなら戦うってのと、城田優氏が嘘かまことか一方的にボロクソに言われてしまってたっていうのと、三浦春馬氏のファンたちの心を大きく打ってしまったってことかしらね。今日の夕方18時に短い動画ではあるけれど、証拠も合わせてこれ関連の動画をガーシーはアップするとのこと。ここまで何でも実名で言っちゃうガーシーは、さすがに命を狙われてるのも意識してるらしいけど、一部のファン曰くもう彼は日本にいないんじゃないか、海外に逃亡してそこからのライブ配信なのでは説も出てるわよ。失うものがないとはいえ、結局消されたら元も子もないわけだから、嘘だろうが本当だろうが暴露しまくるのは危険なことだわ。ほんと信者が日々増えすぎてて、神のように扱われすぎてしまわないかがガーシーチャンネルの真の怖いところよ。私も某芸能人にとあることをされたことあるけど、いつか失うものがなくなった時にでも暴露するわなんてね。